今日は実はここ最近ですね、実はこちらの「筆箱くん」という絵本が出ました。はい、イエーイ、ありがとうございます。はい、ちょっとね、はい、2015年にツイッターで連載したの。そう、1日1コマフォローしてくれた人がなんか面白い方がいいかなと思って、1日1個4コマ漫画みたいに言葉なしで更新してみようっていうのを2015年の1月からやったら、で4コマぐらいで終わる予定が、最初すごい皆さんコメントいただいたり他の芸人さんも言ってくれて、で、あれそうなんだ、いいんだと思ってスイッチ入っちゃって、4コマの予定がその1月から結局夏の8月までやって441コマまでいって終わったっていう。もちろん永井君も近い後輩は言ってくれたし、この帯書いてくれたね、スイスの又吉かサバンナの高橋さん、このみんなぜひ本にした方がいいとかいろんな意見をいただいて、確かに俺もさすがにこんだけやったら本にしたいなって思ったから、でもなかなか出版社が決まんなくて。で、連載当時もその又吉もこれを見てくれてて、これ佐久間さんこれいいですねずっと言ってくれてて、で、半年以上経って、まあ、1年近く経ったかな、の時にたまたまルミネの楽屋で又吉に会って「佐久間さん筆箱くんどれのありました本決まりました?」って言ったら「いろいろ探してんだけどなかなか決まんないんだよ」って言ったら「僕に任せてください」っつって「僕に原稿ください、僕持っていきます原稿ください」って言って。しかもその日がなんか嵐の日だったって聞きましたよ。そうなのよ、で原稿全部渡して、これこんだけの原稿だから、とんでもない、まだ実際これよりも A4 の紙に書いてるからとんでもなく重いのよ、でそれ持ってって、でリュックにパンパンで、肩ちぎれそうになりながら暗闇に聞いてたんだけどその日はね。で後から原稿さんから聞いたら、もう俺が多分渡したもう次の日ぐらいには、佐久間さんと又吉さんが台風の中こんな日に持ってこなくてもいいのにっていう日に佐久間さんの原稿を全部しょってきたんですよっつって、だから多分台風だから明日にしとこうとかじゃなくて、一日でも早くもう持って、感情がもう止まんなかったんでしょうね。それが嬉しくて、それで本になったって、書き直していろいろやって本になったっていう。で、まあ、いろんな人にこの関わっていただいて、このコメントをくれた人プラスさっきの幻冬舎さんのネットの企画でコメントをくれた永井君とか、まあ、30人ぐらいかな、に配っていたんだけど、又吉にやっぱ一番先に渡したかったんだけど、ちょうどねピース自体がもうこれが4月5日発売だったんだけど、ピースがちょうど綾部がニューヨークに行くとかの感じで、なんかいろんなことでバタバタしてて、で海外ロケもあるって言って行っちゃって渡せなかったの。でお世話になった人に本当にみんなに渡したの。お世話になった人に全員私を終わって一番最後に渡したのが又吉だったのよ、逆に今度。そうなのよ、なんかそれもすごいなと思って、ここが最後になるかっていうぐらい。なるほどね、最初につなげてくれた人がラストにこう渡すという、なんかね、安価になって、そう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 、なんかねすごいこれはなんか壮大です。